乾燥フィルターのお手入れについて説明します。フィルターが目詰まりすると洗濯物の乾きが悪くなります。乾燥運転のたびにお手入れをしてください。乾燥フィルターを手前に引き出します。裏返します。黄色いロックレバーを外しフィルター B を持ち上げます。フィルター A を裏返します。次に付着したホコリなどを掃除機で吸い取ります。汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後は十分に乾かしてください。フィルター A を元通り内側に入れ、フィルター B を取り付け、ロックレバーを閉じて固定します。乾燥フィルターを奥まで押し込み、元通りしっかりと取り付けてください。しっかり取り付けないと乾燥運転中に乾燥フィルター周辺から蒸気が漏れたり、運転音が大きくなったりします。